どうもこんにちは、りょう松本です。なんてやるわけねえだろ。どうもありがとうございます。ですね、今日は、まあ、タイトルにもある通り3代目のメンバーが着た服のブランド価値が急激に下がってしまうという、このことについて僕はなぜかと、ずっと考えてきたので、その意見を言おうかなというふうに思うんですけど、これね、僕事実としてあると思うんです、ブランド価値が下がるなと、思うのは。で、そもそもそのブランド価値ってどこにあるかというと、まあ、人々の消費者の心の中にあると僕は思ってるんですよね。人々がそれにブランド価値があると思ってるからブランド価値があるわけで、そのブランド価値が下がったなというふうに感じたら、まあ、それは下がってるんですよ。で、これはまあ僕もそう思いますし、多分僕以外の特に僕のチャンネル見てくださってる方だったらみんなそういうふうに思うんじゃないですかね。うん、3代目が来たからブランド価値が下がってしまったなって感じるという、まあ、これはあの事実として僕はあると思ってるんですよ。で、結構まあ被害ブランドは結構被害者は多いのかなというふうに思ってて、まあ、特にねバレンシアガだったりベトモンだったりオフホワイトっていうのはこの3代目の方々のおかげで、まあ、広まったは広まったですけども、ブランド価値は下がったのかなというふうに思ってます。まあ、間違ったイメージがついてるというかいうふうに思ってて、まあ、僕らみたいなねその服好きは日夜ですね、自分の好きなブランドが3代目の方々に着られないことを願ってで生活しているという、そういうそこに怯えながら生活しているという、それがまあ、そういう状況なわけですよね。で、これからまあ本題に入っていこうと思うんですけど、僕はですねその彼らの活動、まあ音楽活動しかり、まあ、曲だったりそれについて何か言いたいわけではないというか、それについては触れないですし、まあファッション、メンズのファッションにに特化して話します。それ以外のことはちょっと僕も分かんないので、よくメンズファッションのそのこの一点に限って話しますと、はい、これは最初に言っていきます。で、ですね、このブランド価値が下がってしまう問題の根本、問題の本質はどこにあるかというと、僕の意見では、3代目の方々ではなく3代目の方々をもう盲目的に応援しているこのファンの方々、このファンの大勢のファンの方々に僕は問題があると思ってるんですよね。うん、で、このまあファンの方々に問題があるっていう話をする前に、まあちょっとそのトレンドの構造というか、まあトレンドの流れみたいな、まあ洋服のブランドしかり、そういうこともちょっと話しておいた方がいいかなというふうに思うんですけど、まあ現在のねその流れというのは、まあまずそのトレンドメーカーみたいな人たちがいるわけですよ。まあ例えばG ドラゴンとかね、まあ、海外のアーティストとか、まあ、エイサップロッキーとかもそうだし、まあ、そうやってこうなんかファッションアイコンとされるようなトレンドをこう作っていくような人たちが、まあ、まずいるわけじゃないですか、一番上に。で、そういう人たちが着るわけですよね。そうするとそれに影響されてまたその次の層の人たちが反応すると、あ、これ G リー着てた、これどこのブランドだろうとか、なんかまあその服好きの人とか、まあ、アンテナ高い人とかもそうだしね、でそこのまあそのトレンドメーカー、まあ、リアーナとかそういう人たちが来たのに反応している、そこにその次の層に、まあ、3代目の人たちいるんですよ。で、まあ、3代目の人たちが自分で着たい服で着てるのか、それともまあスタイリストがついてるのか、そこはちょっと僕分かんないので話しませんけども、まあ、結果として着てると、ね、そのまあトレンドメーカーに影響されたものを着てると、そうするとトレンド、そのトレンドが3代目の人たちが着ることによって、その下にいるですね多くのマジョリティのファンの人たちに、まあ、伝達されると、影響を及ぼすわけですね。強い影響を及ぼすと、3代目が来てたみたいな感じでっていうわけじゃないですか。でですね、その問題はファン層だと思うんですよ。ファンの層ですね。でメンズに限って話しますよ、女性の方は知りませんけど、ファンの層、ファンの層がやっぱりですね、まあその3代目に限らず、やっぱエグザイル一族に関してはちょっとやっぱね、言い方悪いけど、まあ、おらついてるというか、ちょっと威圧的というか、ちょっとヤンキーっぽいじゃないですか。ネオヤンキーじゃないけど、なんかちょっとそういうイメージないですか？多分あると思うんです。やっぱねっていうようなことってちょくちょくあると思ってて、まあ具体的に言うと、まあね、なんかこう、まあ、とりあえずヒサロ行って肌は浅黒くて、でなんかこうまあちょっとひげも生やしてたりして、で髪色もまあちょっと明るかったり、なんかハイライト入ってたりして、まあちょっとこうなんかモヒカンみたいな頭にしてたりとか、でなんかまあピチピチのデニムとか入って、まあ、ダメージ入ってたりもして、でまあなんかデニムジャケットこう肩掛けして着てるとか、でなんかまあ足元はこの派手めの色のスニーカーとか、
蛍光色みたいなスニーカーを持ってくるみたいな、でまあクラッチバッグ持ってるみたいな、なんかまあもうイメージできるでしょう皆さんの頭の中に、ああいう人たちねみたいな。でそういうまあちょっとおらついた人たちが3代目の人たちが着たファッションとかにもろに影響を受けるから、その本来であればそのおらついてたヤンキーっぽい人たちが3代目という人たちを返さなければ死ぬまで知らなかったであろう、死ぬまでジャンルとしなかったであろうところのジャンルの服を着出すわけですよ。3代目の人が着てるから、登坂メンバーが着てるからっていう理由だけで着るわけですよね、うん、でまあでその数がめちゃくちゃでかいと。だからもう一気になんかマジョリティ化してしまって、なんかそのまあブランド側もあんまりターゲットとしてないというか、こういう人たちに向けて作ってないっていう人たちがめちゃくちゃ着出すと。だからもう意図しないなんか広がり方だったり、意図しないイメージのつき方みたいのが、まあ、少なくとも日本では起きてるなというふうに僕は思うんですよね、うん、なんかそこかなというふうに思ってて、だからまあ僕たちみたいな方服好きの人からすると、なんかそのヤンキーっぽかったりする人たちがなんかそういうの着てると、なんか一気にねなんかなえるわけです。みたいな。だってね、自分がいいと思って着ててもさ、そういうちょっとおらついた人たちが着てたらなんかね、嫌だじゃん、嫌だなって思うのは、まあそれはもうしょうがないというか、うん、だとなんか だからそこかなと。まあファン抱えてるファンが多いから、だそれがゆえに、まあ、影響されると一気にブワッと広がってしまうっていうところなんじゃないかなと、うん、まあそこですよね。それが一番のそのブランド価値を下げてしまってる、まあ一つの要因なのかなというふうに思ってるんです。で僕の結論ですよ、結論ね、まあそのエグザイル一族にはまあ24カラッツというまあそのブランドがあるでしょ、自社ブランドというかオリジナルが、それを着ていてほしい、彼らにはそれを着ていてくれと僕は心からお願いしたい、頼むから。まあそうしたらね、まあそのエグザイル一族の方々もいいわけじゃないですか、自社ブランドの売り上げが立つので、うん、で多分まあファンの人たちもその、まあ、3代目の人たちが着てれば自分たちも買うと思うので、もう本当とにかく24カラッツの洋服を着ていてほしいなというふうに思います。それがね僕結論なんだけど、あのね、直樹メンバー、あなただけは許す、直樹メンバーだけは僕は例外だと思っています。彼はですね、ここまで幼児がぐわーっともう盛り上がる前からもうかねてから幼児を着ててですね、まあ幼児のねランウェイのショーとかにも出てたりしますし、僕自身ね、まあなんかその男っぽい武骨な感じとその幼児の雰囲気とかもマッチしてて、僕個人的に普通に着ててかっこいいなっていう風に思ったりするので、直樹メンバーあなただけはそのままでいてください、うん、そのまま貫き通してほしい、幼児似合ってると思うので。なので、まあ、他のメンバーがねいくら、まあ、バレンシア型のベトモンだのオフホワイトとも着ても、直樹メンバーあなただけは最後の取り出として幼児を着続けて、その好きな洋服を貫き通してほしいなというふうに思います。はい、そんな感じです。ではまた。まあおすすめ動画2個ぐらい教えてあげるのと、あと概要欄にツイッターとインスタグラムのアカウントを載せとくから見たらいいと思う。